よね。子供の頃、死んだ父が話してくれた。人生に分かれ道なんてない。人はただ草をかき分けて歩き続け、その後ろに一筋のかすかな軌跡ができるだけだ。だけど不思議なことに、ふと振り返ってみると、その軌跡を以前も歩いたことがあるような気がしたり、まるで誰かが一緒に歩いてくれたかのような力強い軌跡が刻まれていることがある。真実は常に一つ、そう信じていたけど、もしかしたらどこか別の世界にいる自分があらゆる可能性を探求し、幾重にも重なって最も鮮明に浮かび上がった奇跡こそが真実として歴史に刻まれるのかもしれないと。私は難解だったけど、なぜか幼い私の心に深く響いた。そしてその話を思い出すたび、私は空を見上げて空想した。もしかしてどこかで別の私が私と同じように草をかき分けて歩いているのだろう。私と同じ軌跡をたどって一緒に旅をしてくれているのだろう。その空想はどんなアニメや SF 小説よりも幼い私を虜にした。そして成長した今も、私は心のどこかで信じていた。いつか別の世界にいる父が私の前に現れて、昔のようにストロベリーの権利をパッと出してくれるに違いない。でも遠い世界から私たちの前にやってきたの。
全ての希望を打ち砕く悪魔のような侵略者だ。どうしたの？私の負けすら確定できてないじゃない。私が私の真実で事象を確定してあげる。超世界越境装置だ。
ってくるからな。今日の天気予報はどうだったっけ？ああ、見りゃ分かるだろう。雲一つなくパーッと晴れて最高の野球日和だぜ。それがどういう意味か分かるか？せっかく手に入れた開幕戦のチケットがお前に連れ回されてパーになった最低の日ってことだよ。ああ、お前何そっぽ向いてやがる。これを手に入れるのにどれだけ苦労したと思ってんだよ。くーの、うわー、トト、おい、いきなり何しやがる。うわー、それは気の毒だったわね。でもあんたが約束したのよ。面倒な仕事を片付けてくれたら言うこと何でも聞くって。何でもって言ったって。ケントが、さあ車を出して。まだ連れ回すつもりかよ。一体朝からどれだけ車を転がしてると思ってんだよ。くそ、こいつまで機嫌が悪いと来やがる。おい、無茶するなよ。昨日届いたばかりの俺の新車を。はい、車を出して。場所を忘れちまったんだろ。なんだよ急に。おい、おいおい、頼む、力を貸してくれ。手遅れになる前に。
んだよ、まさか待ち合わせは明日でしたなんて言うんじゃねえだろうな。いいえ、待ち合わせは今日この場所。何？エンツォ、あんたはここで待ってて。いい？ここで待ってるのよ、一歩も動かないで。一歩もってどういうことだよ。なんだよ。おい、ここにいろって一体いつまで待ってりゃいいんだよ。おい、あいつに関わるとろくなことにならねえってのに、どうして俺はすぐ弱みを握られちまうんだ。あ？雨か？いつの間にこんなに曇ったんだ。なんだありゃ。おい、上から光ってのはいつもろくなことが起きねえぞ。ちょっな、どう？女？なんだ、一体どこから落ちてきやがった。この顔どこかで見たような。うお、おい、頼む、連れてって。なんなんだいきなり、暇じゃ。どこへ。いや、うお、どいつもこいつも、俺はタクシーじゃねえんだぜ。急に上から降ってきたんだ。俺は知らねえ、俺とは何の関係も。むち、おい、なんだ、あの女またなんかやらかしやがったのか。ああ、買ったばかりの車に何しやがる。くっ、ちくしょう、なんだってんだ。これじゃ車が出せねえじゃねえか。なんだよおい、嘘だろ。勘弁してくれ。ザハの近くで待ってんだ。付けを払う前に死なれちゃ困る。見ない顔だな。お前さん何者だ。
車に積んである。待ってな。他でやってちょうだい。さすがに手を焼いてるようだな。どうかしら。冷めないうちに注文したものをちょうだい。ええ、ほらよ。
ビュー。それじゃあ、とっておきの仮面舞踏を見せてあげるわ。もんじゃないのよ。戻りましょう。マリオ、砕け散れ。ジャスタイム。戻りましょう。取る。こっちの番よ。戻りましょう。
ては天界の住人じゃねえ。魔界の連中にとってうまい餌じゃねえのさ。どうする、ベオネッタ。で、それにしてもここまで荒れるとはな。
無駄口は後だ。眷属、しかも何者かによって召喚されている。我々以外一体誰が暴れてる新顔の連中に聞いてみる必要がありそうです。じゃあ決めなさい。踊りましょう。シュー、あなたの場合よ。決めなさい。
私たちを助けてくれるなんて気でも違ったの。話がある。ここじゃなんだ、静かなところへ行こうぜ。あら、当然の結果よね。そして YouTube ピクシブファンボックスのメンバーの皆様、いつも温かなご支援を本当にありがとうございます。これからは動画のパート1と最終回でスペシャルサンクスとしてメンバーの皆様のお名前を掲載させていただこうと思っています。随時メンバー様を募集しておりますので、よかったら YouTube またはピクシブファンボックスにてご支援いただけると嬉しいです。詳細は動画概要欄か灰色の Twitter をご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。